そうだろ。なんだあの数。
なんだディーク、随分楽しそうじゃねえか。じゃあ次は俺が運転するから、お前フリーカー担当な。へいへい、よし、あっちに頼む。はいよ。よし、いいぞ、キャンプに戻ってくれ、後で落ち合おう。それとブーザル、安全運転で頼む。なんだよ、俺が自爆するってか。金になるな。どうだ、リーコン、聞こえる？リッキー、どうした？トラックの方がもう少しかかりそうなんだ。あ、準備ができたらまた連絡するよ。わかった、ありがとう。あ、俺はいつでも行ける。本当に実行するんだね。先にやらなきゃ俺たちがやられる。そうだね、じゃあまた。よし、準備完了だな。ああ、リッキーがハンドルのために作った。メインゲートに突っ込む前に飛び出して勝手にドカンだ。なあ、本当にやるのか。片腕で運転するにはきつい距離だぞ。なめんな、言ったらきっと生きて戻ってこれねえぞ。帰りは運転しなくて済むな。俺は構わねえ。ああ、だが一つだけ。こんなバカな真似すんのはバイカーだけだろ。そうだな。おお、覚悟はできてんだろうな。もちろんだ。リッキーもやっぱ来るみたいだな。リーコ、かっこいいジャケットじゃん。リッキー、アディ、ありがたいが、やっぱこれは俺とブーザーでやらなきゃ。噂が広がって、あんたの言葉がみんなに響いたんだよ。やってやるよ。言ったでしょ、一人じゃ無理だって。でもこの作戦は。心配いらない、あんたじゃなくてマイクのためだよ。マイクのために。アイアンマイク、アイアンマイク、アイアンマイク、アイアンマイク。ああ、それと北の仲間にも連絡しといた。戦うって話を聞いた途端行くって聞かなくてさ。コーンブランド。ぶっ飛んだ作戦があるって聞いてな、民兵どもが俺らに偉そうに命令すんのを止めるんだろ。お前はいろいろやってくれたんだ、ついていくさ。来てくれて助かった。マリー、ディーコン、しっかりやってるか。ああ、せっせと仕事してりゃ飯がもらえる。でもってめちゃくちゃな作戦にも駆り出される。マリー、よく聞け、今回は。いや、止められたって絶対聞かないぞ。
そうだろ、タッカーたちもか。そう、アルカイに連絡したんだ。ディーゴ。よう、アルカイ。タッカーから伝言だ。来られないのが残念だと。だろうな。あとお前のおかげで助かったと思う。恩を返しに来た。そうか。じゃあ民兵どもをぶっ飛ばしに行くぞ。いつでも行ける。みんな聞いてくれ。作戦は簡単だ。ブーザーと俺で北のゲートを粉々に吹っ飛ばす。南ゲートはそれで手薄になるはずだ。お前らはリッキーについていけ。よし、行くぞ。お前らもいいか。橋に着いたら連絡する。それまで中に入るな。オッケー。よし、出発だ。なんでだよ。なんで飛ばなかった。ブーザー、なんでだブーザー。つきしゅう、てめえら全員ぶっ殺してやる。刺したぞ。ほら、上の洞窟に向かえ。早く行け。
早く爆薬を設置してこい。もたもたしてんじゃねえぞ。スキッツ、あのクズ野郎が。待ってろスキッツ。上の洞窟だったな。頂上か。火炎放射器、クソまずい。さてこいつらをどうするか。あの塔にスナイパーがいるな。早く片付けないと。邪魔な奴らだ。
ってくぜ。ノアピーザ。リッキー、聞こえるか？リコ、やったよ。このまま行けば勝てる。リコ。リッキー、リッキー。徹底的にやれよ。地獄を見せてやれ。やっと着いた。待ってろ、サラ。スナイパーか。せいぜい走り回ってる。行こう。早くして。せかすなよ。ぶっ飛んだらどうすんだ。ああ、今の聞いた。ああ、急いで。よし、できたぞ。あと何個？もう十分だ。大佐に報告しよう。さ、サルコシ隊、報告です。あの爆弾は何個設置した？あったぞ。全部設置する時間は？解除しねえと。よし。何だと？何個だ？よし、これでいい。ああ、それは3、残りは3個です。よし、分かった。俺は今の装置を取ってくれ。きっと前の入り口を見てろ。分かった。絶対誰も通すな。了解、分かりました。見張っときます。それとこのチャンネルは使うな。いけるぞ。聞かれてるかもしれない。
あったぞ。よし、気をつけろ。よし、よっしゃ。てめえの好きにはさせねえからな。ナースキッド、どこにいる？うん、止められるなら止めてみろ。起爆装置はどこだ？言うもんか、閉じ込める気だろ。ウィーバー、いい加減にしろ。大佐の命令は絶対だ。早く吐け。ウィーバー、起爆装置はどこだ？渡せ。スキッツォ、よっしゃ。くそ、おい待て。ウィーバー、さっさとこっから脱出しよう。北のゲートに仲間が来る。急げ。てめえ、としつこい野郎だな。知ってんだぜ、ディコ。お前がどうやってリッパーを殺したか。ヤツら、ネズミみてえに溺れちんだってな。弾込めとくか。ヤツらが当然の報いだ。アイアンマイクはそう思わなかったろうな。これだけはお前に言っとくが、俺は殺す気はなかった。だが仕方なかったんだ。俺が説明したのに奴は聞かなかった。聞かなかったんだよ。そんなに俺を殺してえか。こんなとこまで来るなんてよ。女のためか。そうなんだろ。クーリーがお前を逃がして大佐が怒ってな。あの女を打ち止めしてやったんだよ。卵を潰すみてえにな。そうか、女のためか。ならお前にとっておきの知らせがあるぜ。スキッツ、決着つけるぞ。ほら、クソ野郎が。てめえは絶対に俺がこの手でぶち殺してやる。クソ。
俺はな、スキッド、お前を外に放り出してフリーカーの餌にしようと思ってたんだが、だが気が変わったんだ。それはやめとく。なぜだと思う？奴らはお前を八つ咲きにするが、俺と違って満足はしない。何が起きているかはな。だが心配するな。ここにいれば我々は安全なのだ。いいか、ここは神が与えたモーター、いわば聖なる場所であり、ここにいれば我々は安全なのだ。そう、安全だ、ここにいれば。あれはいつのことだったか、私はあるものを見たんだ。一ヶ月ほど前だろうか。ある感情を抱いた。長いこと感じなかった気持ちだ。諸君も私と同じことを感じただろう。もしも我々がそのディーコン、武器を預かろう。座れ。話してやれ、大佐。お前の民兵は終わりだ。茶でもどうだ、飲むだろう。サラ、ドリフターに茶をついでやってくれ。アークは我々の希望だった。それはわかるだろう。浄化された世界を復興させる唯一の術だったのだ。ここにある全てが、そう、神の恩寵に守られる。だがついにピアノを弾ける者は見つからなかったな。まあもういいだろう。どうせ全てが消えてなくなる。貴様のせいだ。貴様のせいで全てが無に帰してしまう。違う、あんたのせいだ。この聖戦を始めたんだからな。あんたとフリーカー、どっちがマシかと聞かれたら、俺はフリーカーを選ぶ。奴らは腹を空かせて人を襲うだけで、意味なく殺したりしないからな。ダメ！あっちに医療テントを設置できる。おい、向こうに洞窟がある。中から薬品や包帯を持ってきてくれ。お前ら行くぞ。リッキー、
アディ誰かいないの？私も医者だよ、今行く。終わったよ、あの大爆発に巻き込まれなかった連中はその場で降伏した。ブーザーは？リンキー、こっちを手伝って。南ゲートだ、早く。リンキー。ああ、何をすればいい？おい、俺の分はあるか？ブーザー遅くなったな。嘘だ。いや、どうなってんだ？飛んだ。おい、ギリギリ橋の上でな。トラックでぶっ飛んだろ。爆風もしっかり感じたぜ。水の流れだがな、最高だった。なんだ、俺が自爆すると思ったか？誰がおめえの面倒見んだよ。私がいる。さあら、おお、やっと会えたな。ああ、後で話す。おめえを探してる男がいてよ。おい、さらさらうるさいやつでな。こいつの話は信じるな。それにもともとブーザーリキ、アリ、どっちが俺を乗せて帰ってくれんだ？ほら、好きにしろ。ここに残ってキャンプを再建するんだって？まあ大佐は行かれてたが、いい考えもあったからな。それ言ったの二人目だ。もう一人はクーリか？あんな奴と一緒にするな。おい、見捨てやがって。クーリがいなきゃ死んでた。そうかよ、とにかく次は軍隊ごっこなしでやる。おい、話聞かないのか？ああ、俺は遠慮しとく。ディーゴン、やってやったな。ああ、ありがとな。マニー、なんだ、しっかり生き残ってんじゃねえか。しっかりな。おう、でも次はごめんだ。大したドリフターだ。ブーザー、やったな、ディーク。ああ、正直言うと一瞬ビビった。お前がその自爆したって、やること山ほどあんだぜ。やった。ああ、じゃあ行ってこい。ああ、そうだな。ジャックも出てる。やったね。ああ、みんなな。ほら、ろうそく灯したらいいことあったでしょ。あれはどっちかっていうと焚き火だが。そうだね。あなたのスピーチが見られるなんてね。スピーチなんかしないさ。そう？ちょい。忘れてた。もういらないわね。ああ、なんか静かになってないか。ああ、待ってるんでしょ？あなたのこと。しきしゅう。
これからやることは山積みだ。だから手短に話す。俺はリーダーじゃない。誰が何と言おうと違う。だが今日はすごいことをやり遂げたんだ。全員でな、団結して戦った。どっかの野郎に言われたからじゃなくて、そうすることが正しかったから。そうだろう。そして俺たちは勝った。お前たちは全員復興のため、命を守るためにずっと必死に戦ってきた。自分やいろんなものを犠牲にしながらこの世界を良くしようとしてな。だから俺たちはここにいる。だから戦う。この世界が、先の未来が良くなると信じてるからだ。いいぞ。なあ、そうだろう。アイアンマイクが前に言ってた。俺たちが行動しないと世界は変わらないってな。なあ、だったらよ、これから変えてやろうじゃねえか。こいつはその第一歩だ。スピーチはしないんじゃなかったの？ああ、本当な。で、どうだった？まあ、良かったんじゃない？流れ物のバイカーにしては。流れ物のバイカーね。じゃあそいつと一緒にバイク飛ばすか。どうしよう。どこ行くの？どこでも好きなとこだ。